別府だ。そうかそうか、沢上の魔女様たちの、ていうか魔女見習い様たちのためにも、最初だけどね、魔女見習いのことは、特別府だ。いやー、ナイス、ナイス、エナホン、まあ、無敵さ。体に、体に。そうや、これとかめっちゃええ、最後あんねんて、ほんまええって。まあ、こんな店、できてええな、ママさん。大きいね。ママさん、占いもええんやろ？ええ、やりますけど、え、大丈夫なんですか？あなた方も、宗教、占い、ダメなんでしょ？どこや？まあ、そうやけど、占い好きに決まってるやん、女子やのに。確かに。心読むんや。読んでみて。上層部戻られませんか？うちやんか。怒られるに決まってるやん。まあ、そうや、そうや。ただこっそり言ってんの。女やから、おばはんやから。確かにうちもおばはんですけど。まだひよこみたいな、なんか。大きい。見てみて、ここ。どうやって見んの、ここ。教えて、教えて。めっちゃおもろそうや、それ。次、うちだ、次、うちな。うちも行け。もう、溢れてますけど。溢れてる。溢れてんの分かってるよ、おばちゃんのな。溢れて困ってるから。そうかそうか、さらったに。いや、入ってるんやんか。拾っていたいの。ゴミしてちっちゃったから、おばあんなの。溢れを。溢れゴミしてくださいってさ、なんか有名なセリフ。そんなこと言いませんけど。それは私のセリフね。溢れてたから。拾っちゃった。 ナイスママ、ヤングママ。 あ、きん。で、特別付録って何？ そう来ますの、いきなり。 すぐザックバランっていうか、直裁的っていうか、それよ。 難しい感じ知ってるから。だから、なんだっけ。 あ、ハーブ的さ。そう、ハーブの勉強できたの。なかなかそういかないよ。あ、大きい。さて、スナッポやろ。やっば。やっば。やっば。なんていうの、人間関係の話でしょ。で、今解説ね。で、人間関係において、結局、先生産業っていうか、教師産業の一種とかしたのは、それは優等生主義でしょ？まあね。で、その優等生主義を貫いて、そういう職業になるんですか？ならへん。なるって言ってる人もいますけど。あ、それは、あれやね。勉強好きな人。あ、武闘派じゃないって。それ言わないで。もうおばちゃんたち嫌になるから、武闘派なんて言わないでね。第一、武闘派じゃなかったら来ないし、勉強派うるさいから、勉強派の人も薬草をやりはるんですか？それはできるんじゃない？多少は違う。偉いからね、私は。知ってるし。あ、そっか、知ってるんだ。だから、結局、心、見てもらおうかなっていうのは怖いよね。対話、
自分と自分で対話できたら、その別に心見てもらわなくていいですけど、自分と対話してるつもりで、自分の中の他人と対話してるんですよね。それは結構、危険かも。そうよね、そうよね、そうよね。危険よね。これ、まるっきり実はよね。こんな顔のおばちゃんいたよね、ほんで。やばい、やめとけ、やめとけ。おや、帰ろうぜ、帰ろうぜ。ちょっと、男出てる。やっぱり。実はやっぱりね。どこのキス立てんの話やねん。カーリーの、あ、なんだ、カーリーのタムレか、それなら OK じゃないですか、あなた方の、その勉強が、勉強会ね。そのカーリーのタムレだから、そうですね。でも、バレたらしいとか。大地、ここまで喋ってないでしょ本質を、その、言わないで、脚色じゃないけど、確かに。その通りだけど、ここまでは会話してないでしょ、今回。カーリーだけどさ。カーリー、カーリー、カーリー。だけどさ、コーリー。だけどさ、あそうかそうか、騒がいの実態。真実。真実は。知るほどに怖いものになれば。いざ